高松中央商店街。高松中央商店街は、香川県高松市中心部にある商店街の総称。商店街のほぼすべてを覆うアーケードは、総延長が 2.7km あり、総延長では、日本一である、青い点で示すルート。小売店や飲食店が、約1000店舗、うち1階部分は、約700店舗券を連ね、1日の通行量は、平日が、 約13万人、休日が約14万人、ともに平成23年となっており、平日、休日ともに四国トップクラスの通行量となっている。平日と休日の通行量にあまり差がないのも特徴である。主に丸亀町周辺には全国チェーンの店や高級品を扱う店舗が多く、南新町、常磐街などに満進するほどに、 庶民的な店が増えていく傾向にある。近年では他の地方都市と同様に郊外の大型ショッピングセンターやロードサイド店舗に消費者が流れ有力テナントが撤退するなど状況は劣勢になってきている。このため現在は丸亀町高松三越周辺では大規模な再開発事業が始まっている。近年高松市内を中心に新規出店の店舗が 開店し始め、商店街も空き店舗等に、若者向けの服や雑貨、美容院などができ始め、若者向けの店舗も増えてきている。なお、1990年代までは、約90%程度の店舗が月曜定休、三越に合わせていたで、現在も、月曜定休の店舗は半数ほどに上る。一方で近年、ハッピーマンデー制度による月曜祝日が増加した、ことも、あ、 定給が常時火曜に変更する店も増えてきた。なお、2007年のクリスマスシーズンには、商店街でキャンドルイベントが行われた、右上写真3章。他年のアーケード街と異なり、一部の例外を除いて、自転車の通行を禁止していないのも特徴である。丸亀町については24時間自転車通行禁止になったが、南新町、常磐町商店街については、 土休日の10時から17時まで自転車通行禁止となっている。東西に伸びる通り、江戸時代に高松藩の武器庫があったことからこの名がついた。現在は中央通りを横切り、周りにビジネス街や館長街にあることから平日はビジネスマンが多く、それ向けの飲食店や医療品店などがあるが西側では空き店舗も目立つ。南新町と同様に幅は広めである。 中央通り沿いの西側には両サイドに高松東急院と東横院が並んでいる。また、中央通り異性は旧丸亀街道の一部でもある。中央通りをまたぐ横断歩道の中央、分離帯部分には高松市道路原表がある。2010年、兵庫町独自のマスコットとして、ヒョコタンが誕生した。東西に伸びる通り、江戸時代に成立した町であるが、 高松城の堀を埋めたときに、町の片方が原っぱとなったためこの名がついた。かつては、佐ぬき街道でもある、四導街道及び長尾街道の一部でもあった。商店街の中には、菅原道真を祭り、地元の人々に古典人さんと呼ばれる、話も天馬宮がある。現在、琴都伝の線路を挟んで、西は繁華街、東は、 庶民的な食料品店などが多い。高松三越に隣接していることから、デパート客も多い。東側は、再開発事業の一環で、マンションと低層階には、高松市障害学習センター、愛称、学びキャンなどの施設が入居する、再開発ビルムーブ片原町がある。商店街を管理運営する振興組合は、フェリー通りを境に東部と西部で分かれている。 ことでん、ことひらび、長尾線の片原町駅が隣接しており最寄り駅である。高松中央商店街において、中心的な商店街。南北に伸び、この商店街を境に異性が、ビジネス街、伊藤が繁華街や、観楽街である。最も歴史が古く、高松を開拓した、伊古町かまさにより高松城追記と同時にいられた、通りである。伊古町かは、 中郡、丸亀、現在の丸亀市の丸亀城に居住したが、徳川幕府からの一国一条の命に従い、高松玉も城に移り、丸亀から町人を連れてきて、商売をさせたのが名前由来。当時から現在に至るまで最も人通りが多く、また賑わいがある。福音は狭いが、再開発後のビルを交代させて建築することにより、事実上の拡幅を推進している。 現在は医療品店が多く、書店などもあるため、老若男女を問わず幅広い年齢層の人通りがある。高度経済成長の最盛期に比べ人通りは減り、空き店舗も増えたため、現在北から順に再開発計画が進行中である。北端近くの114銀行高松支店、右写真の左側の灰色の建物は、原本店が完成した1966年まで、 本店だった店舗で1945年7月4日の高松空襲から被害を免れた数少ない建物である。空襲で火災になりかけたが、行員が必死の消火活動を行い点を守ったとの銀行側公式記録がある。2006年10月には無印良品。2007年10月には松本清が出店している。また、100円ショップの草分けである。 ダイソー産業、ザ、ダイソーの1号店も丸亀町商店街にあった。1号店は現存しないが、その流れを組む移転拡張後の店舗が B 外区、A エコーとで営業を続けている。2006年5月に頑張る商店街77選に選ばれた。丸亀町では、北から A 外区、G 外区と7地区に分けて再開発が計画されている。 2006年12月、北の端に、映画駅再開発ビル、高松丸亀町一番街が完成した。高さ日本一のアーケードはここにある。前述の114銀行の建物は、現状のまま残されて営業中だったが、2012年から2013年に、かけて、耐震補強工事が行われた。区体自体の建て替え工事ではなく外観等は保持され、かつ内部は、 旧本店時代の雰囲気をできるだけ復元し、引き続いて営業に供されている。定期借地権制度を活用した地権者全員、同意による民間主導の再開発、AC 外区が全国的に注目を集め、完成5行性関係を中心に多数の視察者が訪問するようになり、その数は年間1万3千人を超える。2008年1月に B 外区、 C 外区が同時着工、当初は2008年度中に完成予定だったがずれ込み、2009年10月に本体工事は完成。2010年1月には B 外区、東側に8階建ての1号館と、西側2カ所に各4階建ての2.3号館が、高松丸亀町2番街としてをオープンした。また C ガ区は東側に9階建ての建物、高松丸亀町3番街。 1>, 1階から3階店舗、4階から5階、メディカルモール、診療所、歯科、献血ルームなど、6階から9階住宅、西側には、中国銀行高松支店が建て替えられ、一旦賃貸ビルに移転していた仮店舗から、戻りオープンした。移転後の仮店舗には、G 外イクに店舗のあった四国銀行がそのまま入れ替え和で入居し、丸亀町グリーンの新店舗完成時に戻っている。 その仮店舗、高松大道生命ビル1階は、もともと三和銀行 UFJ 銀行三菱、東京 UFJ 銀行が使用していたもので、たまたますぐ南隣にあった東京三菱銀行との合併に伴う、ブランチインブランチ化により空いたところであり、銀行用の設備が短期間に産業によって、使用される珍しい形態であった。このか高松市の中心市街地活性化によると、 D 地区は、店舗、小規模オフィス、住宅20個、駐車場20台、G 地区、旧富士銀行高松支店、ヤマハミュージック、瀬戸内高松店などは、店舗、アミューメントホテル、住宅200個、駐車場450台が計画された。しかし、2008年にマンション建設を受け負う予定だったディベロッパーが、倒産し、 その後、大和ハウス工業が引き受けることで決着。折しの経済情勢もあり、マンション部分については、計画を縮小。地上29階建てから13階建てに変更。着工も2010年度内に、完成も2011年度中を目指していた。同年度中の完成はならなかったが、2012年4月19日に、丸亀町グリーンとして開業。 再開発中の地域活性化を図る取り組みとして、G 地区の工事用仮囲いパネルには、地元のプロバスケットボールチーム、高松ファイブアローズと提携し、同チームのアートワークが描かれたものを置いていた。DEF 外区については2015年3月現在、再開発事業化の目途が立っていない。また、丸亀町ではないが、兵庫町の東端、片原町、兵庫町、 丸亀町の交差する部分は、店舗、住宅12個、駐車場10台が計画されていたが、大規模事業等見直し対象に指定されたため、事実上白紙鉄となった。前日の通り、と休日の日中以外は自転車の乗り入れが禁止されて、いなかったが、自転車が危なくて歩けないといった苦情が、振興組合に多く寄せられており、また丸亀町グリーンの開業で、 さらなる混雑が予想されるため、2012年4月16日から2ヶ月間、終日自転車乗り入れ禁止の臨時規制による社会実験を行うこととなった、押し歩きは可能。状況を見ながら延長が続いたが、好評であること、歩行者の通行量が増える等一定以上の効果を収め、2012年7月、本格規制へと移行した。 数名の指導員が日中を呼び夜間に立証して、違反者への呼びかけを行ったり、警察官との合同指導を行っているが、押し歩きしている人にも、ご協力ありがとうございますと声をかけると、一ソフトな対応が好評なこともあり、遵守率は高い。丸亀町商店街の一本東にある南北に伸びる通り、飲食店が多い。他の商店街が夜になると、 ゴーストタウン化してしまうのに対し、この商店街は繁華街や、観楽街の真ん中を突っ切っていることも、あ、昼夜人通りがある。通りの名の由来は、この通りにあった、洋画系映画館、ライオン館、OS 系列、1999年閉館から、映画館閉鎖後も、レストランや、ゲームセンター、無料駐輪場はそのまま運営されていたが2007年を8月で、 全面閉鎖され、跡地には、穴吹き孔さんが、アルファステーツライオン館という名称のマ万ン,ンを建設し、ライオン館の名が残されることとなった。なお、ライオン館では、開業当初に、実際に、ライオンの展示を行ったことがある。高松の町の南限がこの辺りであった頃、南にある新しい町という意味で付けられた。高級医療品店、ジュエリー店の他に、 若者向けの雑貨店にライブハウス、高松オリーブホールもあり、他の商店街に比べ福音は広い。この通りにあるマクドナルド高松店は1975年の開業で全国的にも早い部類に入る店舗だったが、2010年11月30日をもって閉店し、35年の歴史に幕を下ろした。また、マクドナルドの真向かいには大手アニメショップ。 アニメート高松店も2005年7月に開店している。2006年2月には岡山に本店があるメイド喫茶ができ、最大3店舗あったが9月までにすべて撤退。2007年2月に同じ商店街の別の場所で1店舗が営業していたが、2008年10月18日に閉店。現在は南新町商店街にメイド喫茶はない。 1957年以降、南新町、常磐町の交差する位置に、三越のファッションビルと映画館、高松東方会館があったが2004年に閉鎖の後解体され、跡地はビジネスホテル、スーパーホテル高松、田町及びドラッグストア、セガミとなっている。この交差点のやや西側、亀井町に、現在は高松中心街で数少ない映画館となった、ソレユ、 ソレイユニを抱えるソレイユビルが位置する。南新町商店街の一本東にある南北に伸びる通り、この地域は河原町2丁目に属し、国道11号を挟んでライオン通り商店街の南側にあたる。他の商店街に比べアーケードがなく、福音も若干狭い。店舗の形態はライオン通り商店街と極めてよく似ており、 河原町駅からも近いことから繁華街や観楽街となっている。昼夜人通りがあるが最も人が訪れるのは夜であり、会社帰りのサラリーマンなどで賑わう。ただ、夜だけではなく昼間も営業している飲食店もある。通行する年齢層は若者向けのお店がほとんどなく繁華街や観楽街のため他の商店街に比べても高年齢層となっている。 この商店街は17時翌2時まで歩行者及び自転車専用の道路となる。蒸気時間以外は自動車の進入が可能であるが一方通行であるため南から北へしか走行できない。他の商店街と河原町駅を結ぶ東西の通りで常磐街とも呼ばれる。戦後に河原町常磐町地区の一部として発展した歴史を持つ。戦前南河原町と呼ばれていた。 この地区は戦後、同地区内にある旅館常磐本館から名前を取り常磐町と呼ばれるようになったと言われている。また、1958年昭和33年に町名を付ける際、時はと常磐の二つの案があったが、皿ではなく石を使うことになった。これは石は壊れないからとされている。1968年まで使用されていた常磐町の敷石は、 市内電車路線、線を廃止に敷いてあったものである。闇市から高度経済成長期に繁華街として発展したため、比較的歴史は浅い。この通り沿いには、放画系の映画館と、大手スーパー2店舗、旧ジャスコ高松店と、旧大英高松店があったが、2004年春までには、閉鎖。2004年6月には、高松オーパも閉鎖。その影響で、 衰退ぶりは高松中央商店街の中でも際立っており、空き店舗の割合は2008年末時点で31.3%という深刻な状況である。若者向けの医療品店や雑貨屋などがあり、低い年齢層の往来が目立つ。2007年3月に仕事プラザ高松、ハローワーク高松の付属機関が花の宮町から移転され、道庁に残った。 ハローワークの分室的存在となっている。前述のジャスコアとの建物は丸中が、同年9月に競売で落札し、再開発の予定と報じられたが、具体的な発表はなく、建物1階部分は月決め駐車場として、前提部分はイベントスペースとして使われている。また、高松中央商店街からしばらくなくなっていた、メイド喫茶も2012年4月下旬に開店した。 この他にも1階は店舗、2階はマンションといったような建物が建設されている。2010年3月には香川プロスポーツクラブ連絡協議会のアンテナショップがオープンした2013年6月に高松店屋に移転。同年10月には FM 高松コミュニティ放送の本社とスタジオが穴吹公務店本店から商店街の一角に移転した。スタジオは 街路から内部が見えるオープンスタイルである。高松市道河原町2号線の末端部にあたる部分は当初はアーケードがなく、1980年代後半にアーケードが設置された。オーパートの北住みから、北は自動車乗り入れが可能、ただし、終日北行き一方通行かつ中停車禁止である。常磐町独自のマスコットキャラクターとして、時玉くんと仲間の バンバンジーがいる。常磐町商店街では、音楽を通じた街づくりを行っている。また、店舗の多くがツイッターを活用している。2009年7月5日にオープンした、ブリーザーズスクエアを中心として、いろいろなイベントセミナーが開催されている。カラオケ大会といった定番的なものから、ダイエットセミナーなど様々なイベントが開催された。2010年4月18日には、 時和町商店街、南新町商店街、菊池広市通りより、南、田町商店街、観光通りより北四丁パティオ、田町交番西側ソレイユで、キャラフェスが開催された。当日は前日のエリアと河原町駅地下広場間を、コスプレで歩いても良いとされた。また、通車と呼ばれる自動車の展示、アニメソングのカラオケ大会、香川県にちなんで、メイド喫茶ならぬ。 メイドうどん店の出店、イベント限定などが行われた。このようなイベントを定期的に開催することで、商店街に足を運んでもらえるような施策が行われている。このほか、取れたての野菜を安価に即売する、時和街三直ストリートが毎週火曜日、30から14時の間行われている。ただし、売り切れ次第終了。香川大学ミッドプラザでは、ツイッターを用いて、 店舗情報やイベント情報を集め発信している。また、逆に利用者からのつぶやきをもとにして、意見として取り上げることもしている。ツイッターを利用していなくても、同所に設置された大型モニターで閲覧できる。一部の情報は、高松琴平電気鉄道の以下を使って印刷が可能である。また、前述のブリーザーズスクエアと際では、無料のフリースペースを運営しており、 発売前の音楽の視聴などが可能になっている。待ち合わせに最適な拠点として商店街の活性化に一役買っている。高松中央商店街の中で最も南に位置する。田町の名称は江戸時代末期に周りを田畑が取り囲んだ通り沿いに町ができたことに由来する。現在のアーケードが完成したのは1987年で、それ以前は アスファルト舗装だった。現在のアーケード天井部分には、県内観光地のイラストが描かれているのが特徴である。現在では、庶民的な食料を品店などがあるが、同時に空き店舗も多い。この商店街の核となるのが、丸中玉地店である。2012年には活性化策の一環として、市内の専門学校に依頼し、玉地商店街のマスコットキャラクター、ゆる、キャラとして、 たまじいが制作され、同年7月から商店街各所に登場することとなった。たまちのことは何でも知っている、オスのみけ猫という設定でテーマソングも作られ、日中には商店街内でヘビーローテーションされている。かつては県内、四国内は元より全国有数の規模の商店街であったが、モータリゼーションによって住宅、商業の公害化が進んだため、 90年代以前に比べ売り上げ、通行量ともに大きく減少していい。以前は休日よりも平日の通行量が多い傾向にあったが、平日の通行量の減少と休日の通行量の増加が同時に進んだため、2010年頃を境に休日の通行量が平日を上回ることが状態化してきている。平日の通行量減少に関しては長引く。 景気低迷や企業活動の合理化によりオフィスの縮小、撤退が進んだことで、高松市中心部の従業者が減少したことが大きな要因として考えられる。休日の増加理由としては、丸亀町において大規模再開発が進んでいることや、休日に商店街が主催するイベントが多数開催されていること、丸亀町一番街駐車場や丸亀山、 丸亀町町営第四駐車場などの商店街に隣接する大型駐車場の整備が進んだことで郊外からのアクセスが向上したことが主要因として考えられる。店舗数は1995年をピークに減少し、それに比例して空き店舗も年々増加していた。しかし2006年末に丸亀町商店街で始まった再開発の影響により2009年頃からは 店舗数の減少に波動目がかかっている。この再開発は現在も拡大中である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。